はい、はい、どうも、ちょぶりです。てことで、今日はですね、最新、ショータイムガチャ、徹底回数やっ ききたたたいいと思まますすてなわけけでで今週もも月曜ガガチチャャやってきたんですけれど来したねはい、こちら、ショータイムリーグワンウーバーイーツということで、ついにやってまいりましたよ。リーグワンからこの3名がショータイムで登場しました。ムバッペ、ドンナルン、ザカリアということで、いやもうほんとみんな欲しい3人が登場みたいな感じでね、やってきたんですけれども、やっぱり目玉はこのムバッペですね、ついにショータイムでやってきましたということで、もう1年ぶりぐらいかな。もう待ちに待ったかなって感じ かなと思いますけれども今回はこの3人を徹底解説とといいいいうここでやっていきたいと思います一応ねこのガチャ以外にも、こちらのね、ショータイムのトルコリーグのガチャも来てますね。えこのメルテンス含めた4枚来てるわけなんですけれども、まあ、こっちのガチャはね、このブースターがトータルパッケージということで、まあ、正直これはね、ちょっと残念かなと思いますので、まあ、引かない方が多いと思いますし、個人的にもお勧すすめはしないですね。てなわけで、今回このガチャなんですけれども、まずムーバッピにフェノミナルフィニッシュが追加されてきました。まあ、正直ね、 フェノメナルフィニッシュではなくて、モメンタムドリブルとかね。ブリッツカーブだったら嬉しかったかな？って感じはあるんですけれども、まあさすがにそこ追加したらね。ぶっ壊れすぎるということで、フェノメナルフィニッシュになってきたのかなと思います。まあ、このスキルは正直微妙かなって印象ですね。そして、まさかのこのザカリアにもねフォートレスが追加されてきました。フォートレスってめっちゃ懐かしいなと思ったんですけれども、この新スキルの効果についてところに書いてありますね。後半のキックオフ以降リードする場合にディフェンスに関する能力が上昇します。ということで、まあ、後半以降に自分が飼っていたら。 数値が上がるよっていうスキルになりますねまあこのスキルも弱くはないと思うんですけどあんまりこう実感はしづらいのかなって印象はありますねまあでも勝っていたらね能力が上がってくれるんでそれに関しては嬉しいですね今回もしっかり140回引いてきましたということでこんな感じでしっかりねハイライトの方もコンプリートしてきましたまあハイライトはそこまでねめっちゃ強いって選手はいなかったかなと思いますで今回のガチャの総評なんですけれども僕的にはまあ人によると思うんですけどこれは引いていいんじゃないかなと思ってますまあ正直ねムバッピに関しては はまあ、育成もね。もちろんしたんですけれどもまあショータイムビッグタイムとか、あとは最近ね。無料配布されたフランス代表のムーバッペ、あのムーバッペよりも圧倒的に強いっていうわけではないんでま、あ絶対にこう無理して引かなくちゃいけないま、あそういうムーバッペではないのかなって気はしてます。ま、あそれでももちろんね。めちゃくちゃ強い能力してますし。しま、あショータイムビッグタイム持ってない方も多いと思うんで、そういった意味ではね。獲得するのはありなんじゃないかなと思います。で、どんなメーマーとね。盛りに関しても間違いなく最強ですね。特にね。攻撃ゴールキーパー好きな方はどの？ めちゃめちゃいいと思いますし、ザカリアに関してもね、育成してきたんですけれども、やっぱりまあアンカーの中では最強格かなと思うので、しかもまあ、後半からね、フォートレスで、能力値も上がるかもしれないということで、まあ、3人とも間違いなく最強クラスのガチャなんで、個人的にはめっちゃいいガチャではあるんじゃないかなと思います。まあ、正直ね、このムバッペが欲しいか欲しくないか、まあ、それによってね、低か低か変わってくると思うんですけど、まあ、個人的には3人ともね、めちゃくちゃ強いガチャになるんで、まあ、これは引く価値あるんじゃないかなと思ってますね。これからね、3人のレバー能力値解説していきますので、よかったら少しでも 参考にしてみてみください今回の評価の方はこんな感じでやっていきたいと思います。ということで早速ですね「ショータイムリーグ1ウーバーイー u 徹底解説ということでやっていきましょう はい、ということで、まずはドナルマから見ていきましょう。身長196センチの29レベルということで、ドナルマで間違いなく現役選手の中で最強ゴールキーパーなんで、まあ身長もありますしね、能力ンも今回もしっかり強いです。プレイスタルは攻撃ゴールキーパーということで、まあこれに関してはね、若干好み分かれてくるんじゃないかなと思います。僕は正直ね、まあ守備的のは好きなんですけど、まあどっちでも強いかなって感じはありますよね。そして、今回ブースターがゴールキーピングプラス2ということで、GK センスキャッチング、クリアリング、 ブブシングのパラメーーータタが上昇しますまますすあこれはいつもの通り、まあ、いいつも通りスターですねでね今回、育成のはこんな感じでやってみました。エアバトルに GK129、GK229、GK3 に12ということで、まあ今回 GK3 にかなり多く振りましたね。そして能力値見ていくとこんな感じになります。キャッチング以外は全部90超えてきますということで、まあめちゃめちゃ強いっすよね。僕はね、キャッチングを上げたかったんで、GK3 にね、あんだけ振ったんですけれども、g k スクリアリングが90超えてきて、コラブシングに関して は98まで行きますからねディフレクティングも92ということでまあめちゃめちゃ強いと思いますジャンプもね80超えていきますということで、まあ、間違いなくね最強ゴールキーパーではあると思いますまあでもチェフとかねシ姉妹キュラ持ってる方は絶対に引かなきゃいけないまあそういう選手ではないのかなって気もしてますスキルで見ていくと低ランドパントキック GK ロングスロー PK ストッパーということでまあスキルに関しても優秀ですねまあやっぱりコラブシングめちゃくちゃ高いですし個人的にはねキャッチングもね90のしたかったなって感じはあるんですけれどもまあ最強のコン ゴールキーパーに間違いはないんじゃないかなと思いますまあショータイムなんでねライブアップルで反映されるって部分はあるんでまあ、ゴールキーパー若干それがね不安ではあるんですけれどもまあシュマイケルとねチェフと並んで間違いなく最強ゴールキーパーの一人なんじゃないかなと思ってますねはいということでどのどんででしたはい続いてはこちらザカリアですね見ていきたいと思いますザカリアもこれ欲しいよって方めちゃめちゃ多いと思うんですけれどもまあやっぱり最強アンカーですね見ていきましょう身長1 9センチの39例まで上がりますということでプレイスターも もちろん今回ももアンンンカーーでですすね CMFDMF ににポジショ適性がありますまあ、たまにセンターバックで使ってるる方もいるかなで今回はブースターがデュエルプラス2ということでディフェンスボールダッシュスピードスタミナのパラメータが上昇しますこのブースターついてきたのはこれ熱いですねで今回ザカリはこんな感じで育成してみましたクイックネス6、16、0 2エアバトル8、ディフェンス14ということで100、まあ、力とディフェンスにかなり振ってますねこれで能力値の方を見ていくとやっぱりザカリはねこのドリブルとパス数値がね全く上げてないんですけれども結構高いのがいいポイントですそしてヘディングもね で、中乗っかってきて、このディフェンス数値、この育成で、全部90乗っかってきます。ディフェンス90、ボール出し92、アグレッシブネスは相変わらずね、めちゃくちゃ高くて99まで行きますと、守備式に関しては92まで行って、スピードは93、瞬発は中2フィジカルコンタクトも93まで行きますということで、まあ、めちゃめちゃ強いですよね。まあ、正直ザカリアはね、まあ、これまで登場してきたハイライトでもめちゃめちゃ強いと思うんですけれども、まあ、過去最強かなと思います。まあ、ディフェンス数値、やっぱり全部90乗っかってくる。これめっちゃ熱いですよね。まあ、いいアンカ いいいななよって方は間違いなくねこのザカリア獲得する価値あると思います。ボディコンもね、ギリナー乗っ乗っかってきて、逆足が使えるのも地味にいいポイントですね。スキル見ていくとこちら、ヘッダー、ライジング、ミドル、ワンシュワンパン、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、フォートレス、闘争心ということで、相変わらずザカリアはね、このパス系とかね、シュート系のスキルを持ってるんですよね。まあ、アンカーなんで正直ね、あんまりこうシュートを打つ必要ないかなと思うんですけれども、ワンパ持ってるのはいいポイントですね。あとディフェンス系のスキルでマンマーク、インターセプト、ブロッカー、フォートレス持ってますということで、まあ、クロバティック,クリアとかね、スライデ スキル少し追加してあげた方がいいかなと思いますけれどもまあ、このまま使っても十分強いと思いますしまあここからフォートレスでね勝っていただく能力値も上がってくるということでまあめちゃめちゃ強いと思います個人的にはね今回ムバッペと同じくらい当たりというか強い選手なんじゃないかなと思いますねまあ、これまで登場してきたアンカーでいうとライカールドとかね、まあ、あとはハイライトのザカリアとかで十分だよって方はいいと思うんですけどまあ最強アンカー欲しいよって方は獲得する価値あるんじゃないかなと思いますはいということでザカリアでしたそして最後はこちらムバッペ 見ていきたいと思います。まあ、このウアッペが欲しいというか、ついに来たなって感じがあるんですけれども、身長 178cm32、0まで上がりますということで、いやアイコンめっちゃかっこいいっすよね。そしてプレイサルが今回もラインブレイカーで、ポリション適性も c f 両ウイング両ハーフにあります。で、ブースターがストライカーセンスプラス2ということで、オフェセンボルコン決定力瞬発のパラメータが上昇しますね。正直ね、これが本当ボールゲリとかね、ぶっ壊れてきて欲しかったなって感じはあるんですけれども、さすがにそこまではしませんでしたね。で 今回育成こんな感じでやってみました。シュート4、パス1、ドリブル11、クイックネス10、1 0 6 9エアバトル3ということで、まあ全体的にね、振ったんですけれども、やっぱりドリブル、クイックネス、脚力中心に振りましたね。この育成でクチ見ていくと、まあやっぱりめちゃめちゃ強いっすよね。オフェ戦94まで行って、ボルコも93と、ドリブルスーツに関しても96まで行って、ボールギーも90乗っかってきます。グランダーパス、ライパスもね、グランダーパス75まで行きますし、血力に関してもこの育成で、ブーターの影響もあって90乗っかってきます。そしてスピード瞬発が、 スピード96瞬発はねシャアロンソの影響もあるんですけれども101まで行きますということでこれ絶対強いよねフィクロックも85まで行ってフィジカルコンタクトもこの育成で70乗っかってきてボディコンに関しても91ということでまあ個人的にはこれ結構いい育成できたんじゃないかなと思っておりますこのドリブル数値のこの決定力でこのスピシュンでフィジカルジャンプも7のせのボディコンも95位ということでめっちゃ強いよね逆走進度は高い高い精度は小さいとなっておりますスキルはこちらダブタコンカミドルアクロバティックワンシュフェ フェノミナルフィニッシュ、p k イキかキャプテンシーということで、まぁ、あ、若干追加必要かなやっぱりワンパスルーパス、アートスピンキック、足裏とかね、つけてあげたいスキルは多いんじゃないかなと思います。まあ、フェノミナルフィニッシュはね、正直悪い体勢で打つシーンあんまりないんじゃないかなと思ってるんで、まあ個人的にはそこまでね、評価って感じではないかなと思いますけれども、まあ、嬉しい方も多いんじゃないかなと思います。まぁ、あ、能力者はね、間違いなく最強かなと思いますね。まあ、ビッグタイムとショータイムよりも強いとは思うんですけれども、まあ、めっちゃ変わるっていう感じではないですかね。まあ,あと最近 登場したフランスのね配布ム,ムバッペがマジで強すぎるということでまあ、それで十分な方もいると思うんですけどやっぱり最強のムバッペが欲しい方は引いてもいいんじゃないかなと思いますはいということでムバッペでしたはいということで今回はショータイムリーグワンウーバーイーツガチ設定解説していたんですけれどもいかがだったでしょうかまあやっぱり3人ともね最強ということでもちろん引く価値はねかなりあるんじゃないかなと僕は思ってますけれども、まあ、やっぱりムバッペはね過去版のムバッペドナルマに関してはマッ、まあ、チフとかシュマイケルザカネに関してはライカ かり屋とかまあそこで十分だよって方は、まあ、ワンチャンスルーでもいいんじゃないかなと思ってますねまあでもやっぱり3人ともねめちゃめちゃ強いと思ってますのでぜひよかったら参考にしてみてくださいはいこんな感じフットボールドが毎日投稿してますのでぜひよろしければコメント高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうじゃねー